カワヒラは、コイモクコイカ、クセノキプリス赤に属する、大型淡水魚。国内にはいない。英語では、スカイゲーザーとも呼ばれ、カワヒラ属シャナーディクシーズに分類される。分布域は、東アジア一帯で、アムール川から、南は、台湾、コーガ、そして、モンゴルのブイルコからも記録されており、最大で、体長102センチメートル、重量9キログラムに達する。 その体型や大きさが、二進化の海水魚ヒラを連想させるので、川ヒラの名がある。台湾に分布するものには、大島正光博士によって、せっぱりの名が与えられていたことがある。アムール川から港が、台湾まで東アジアの広域に分布する。朝鮮半島の航海に注ぐ河川にも生息する。最大で1メートルに達する。体色はやや赤みがかった、銀白色。 体型は側辺する。背面の輪郭は直線的である。背びれは小さい。腹面の輪郭は緩い甲を描き、腹部外縁は腹機器部から肛門にかけての未流骨状を呈する。尻びれは長くわずかに湾入する。尾びれは深くに刺する。胸びれは尖ってやや長い。制魚の角ひれは単行色を帯びる。頭部上面は平らで。 口はほぼ直角に上を向く。口ひげはない。目は比較的小さく、頭部の髪型につく。繁殖期には、追捕しが現れる。大火星や故障などの広い水域を好む。遊泳力が強く、水中の小動物を活発に捕食する。幼魚は、魚類の他に、甲殻類、昆虫類などの無脊椎動物も積極的に捕食するが、成長するにつれて、 魚食性が強まっていく。オスは2年、メスは3年で成熟し、6月から8月にかけて、河川や湖の浅瀬で産卵する。生まれた稚魚は、岸辺や小川などの小さな水域に入り、そこで成長する。上虫の一種リグラインテスタナリスの中間宿主となることが報告されている。2016年、韓国の楽東港ではこの上虫の規制によって、 本種の大量死が起こり、菓子に多数の死骸が打ち上がった。韓国の落頭港にはもともと分布していなかったが、2004年に確認されたのをはじめに、個体数が急増し、既存の生態系に悪影響を及ぼしている。胃の内容ものは濃い、船、高麗劇など流域で食用とされている、淡水魚が多く、漁業への被害も心配されている。解析の結果、 韓国国内での自然分布域、観光や近郊の個体と DNA に優位の差が見られなかったことから国内移植に由来するものと考えられる。中国では河川や湖沼に多産し、養殖も盛んに行われ重要な食用魚となっている。血魚、鯉と並ぶ味の良さとして中国三名魚に数えられている。また春から夏にかけて獲れたものは 薬膳の材料としても用いられ、食欲増進、利尿、秘蔵の活性化、負腫の軽減などの効果があるとされる。台湾の実月丹では、かつて、小介石が視察の際にその味を絶賛したことから、相当魚の愛称で親しまれ、湖中に張られた池巣で育ったものが名物となっている。日本にはもともと分布しない上、国外から移植された例もなく、 馴染みの薄い魚である。観賞魚として輸入されたことがある。つまり川平本種とつまり川平の西館では、種類と種商業との対応関係に、深刻な混乱が生じており、解決を見ていない。戦前、森蔵や内田慶太郎は本種にカルター、エアリスロプテラス、つまり川平にカルターブラビコーダを当てている。韓国は2021年現在でも、 この対応関係を採用している。2021年現在、中国と台湾では本州にカルタ・アルバネス、つまり川平にシャナーニクシーズ・エアリス・ロプテラスが当てられている。ありがとうございます。